の時代学よさこいソーラン部不器用の皆さんにマイクを渡します。お願いします。会場にお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。大阪府羽曳野市よりやってまいりました、天王寺大学よさこいソーラン不器用です。不器用です。今から演舞いたしますのは不器用2020年度作品わらべ歌。テーマは懐かしさ。不器用一同全身全霊で演舞いたします。どうかご声援のほどよろしくお願いします。わらべ歌。元気な姿を見ててください。ここは昭和の駄菓子屋さん。夏休みを迎えた子どもたちが元気にやってくるのである。さあ夏休みの Hot!